はい、じゃあよろしくお願いします。今回は9月前半の時事問題やっていきます。で、ちょっとですね、いつもと違うところがありまして、今回ニュース4つで穴埋め4つ、だからいつも通りね、動画止めてチャレンジしてもらいたいところなんですが、下の部分を使って問題にしてないんですけど、いくつかニュースを取り上げていきます。なのでね、よかったら最後まで聞いてみてください。では、早速ね、まず1つ目のニュースからやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今撮影9月15にやってるんですが、めちゃくちゃ盛り上がってますね。今これからね、テレビつけるともうすごいね、出てきますけど。テニスの四大大会の一つの全米オープン、まあアメリカですね、アメリカオープンで、日本のホニャララ選手が初優勝と、日本人初ですね。で、その選手の名前が、大坂なおみ選手です。で、まあ、この大阪の坂ですね、ここ気をつけてください。土辺の方になります。で、男女通じて日本人が勝つのは初です。四大大会で。で、まあ、テニス詳しくない方はね、どんだけすごいのって感じがするかもしれないんですが、四大大会といって、全米、これが一個ね、一つなんですけど、他にも一応書いておこうか。まあ、こういうの書いてるからね、ちょっと動画長くなっちゃって申し訳ないんですけど、これ全豪、オーストラリアですね、オーストラリアオープン。で、全仏がフランス。で、あともう一個が、ウィンブルドン。これイギリスなんですけど、この四つがもう世界中でテニスでもう四つ。この大会がもうすごく大きな大会。で、日本人勝ったことがなかったんですよ。で、それを初めてね、大坂なおみ選手が優勝しました。いや、すごいことなんです、本当に。すごいこと。そう、ぜひ、この時期の時事問題だったら、まあ、ね、学校のテストで時事問題があるんだったら、もう必ずと言っていいほど狙われるとこだと思いますので、ぜひ覚えておいてください。で、ちょっと余談にはなるんですけど、こうね、日本人初、日本人初ってなってるんですが、ぜひちょっと頭の片隅に置いといてほしいのが、日本って、実は車椅子テニス、車椅子のテニスね、がめちゃくちゃ強いんですよ。そう。で、男子の国枝選手とか、女子の、上地選手なんかは、男子の国枝選手、世界ランキング1位ですからね。そう。で、女子の上地選手も多分今2位かな、世界ランキング。なので、そのね、そこもぜひね、覚えておいてほしい。そう、個人的には。すごい好きなんで、国枝選手と上地選手がね、ぜひよかったら覚えておいてください。では、2つ目ですね。次、京都大学のチームがですね、ある研究で、ホニャララの細胞から、iPS 細胞、ね、山中教授が発見したね、iPS 細胞を作ることに成功しましたと。で、何の細胞から作ることに成功したかっていうと、ニホンザルです。ニホンザル。今までですね、ニホンザルから細胞の iPS 細胞を作ることができてなくって、それに、成功したと。で、もともと、まあ、さっき山中教授の名前書いた方が、まあ今ね、このニュースが出てきても山中伸弥教授が、まあ問題として出されるかどうかはわからないですけど、ぜひね、この方の名前は覚えておいてください。まあすごい方ですからね、山中伸弥教授。漢字は合ってるよね、OK。で、もともと、その最初、2006年ですね、その iPS 細胞が発見された時、ここがマウスで発見されて、そこからまあ人で作れたりとか、あとチンパンジーもかな？もう成功してたんですけど、ただ日本猿は今成功してなくって、それをやっとっていうことも悪いですけどね、日本猿で成功したと。そのニュースが出てきました。ぜひね、覚えておいてください。で、三つ目です。次が、ちょっと戦争絡みというか、まあ武器絡みですね。ミサイルとか、まあ戦車、まあ兵器ですね。この兵器の輸出入、まあ輸出とか輸入ですね。それを規制するホニャララ条約っていうのがあるんですけど、それに関する会議が、東京で開催されました。これ初めてアジアで開催されたそうなんですが、まず条約名から行きましょう。で、これは覚えやすくって、まあ、これ兵器って、言い方を変えると武器ですよね。で、今輸出入っていうのは貿易なので、その武器を貿易することに関する条約だから、武器貿易条約っていうのがあります。で、これはですね、日本がすごく推してるというか中心になって広げてる条約で、まあそのテロとかなくしていこうって、そのね、武器を、なんだろう、この国からこの国輸出したり輸入したりっていうのをどんどん減らしていこうよっていう。まあ日本はね、その平和、主義なので、それで、ね、戦争なくそうっていうその流れがあるわけなんですけど、ただ、まあこれがあったと。で、あったんですけど、で結構たくさんの国が今参加してるんですね、この条約に。
参加してるんですが、ちょっといろいろ問題もあって、その武器の輸出とかで、その世界的に多いのが、やっぱアメリカ、ロシア、このあたりなんですよ。で、ここが参加してないんですよ。調印してないというか。そう。で、あと他にも、中国とか、東南アジアの国も一つも参加してなくって、これに。そう。だからこの辺を参加させるのはこれからの課題だと。でもアメリカとかロシアにしてみれば、ここがね、貿易のさ、一つのこの収入源になっているのは事実なので、そんな簡単に規制されると困るという、その国事情もあるんでね、なかなかまだ道のりは先が長そうなんですけど、まあこういうのが今やってます。やってるというかあるので、ぜひ覚えておいてください。で、問題に関してはラストですね。優れた作家や画家に贈られる国際アンデルセン賞っていうのがあるそうです。これ実は自分が新聞読んでて初めてね、知ったんですけど、の受賞式がギリシャのアテネであって、魔女の宅急便、まあね、知ってる方多いと思います。自分も大好きなんですけど、の作家、作者であるホニャララさんがですね、この国際アンデルセン賞の作家賞に選ばれました。日本人3人目の快挙なんですけど、で、賞状とメダルが贈られたと。で、まず名前から行きましょう。で、これでね、角野です。角野ではなくて角野さんです。で、角野英子さんに、贈られました。で、この賞ですね、その新聞読んでて書いてあったんですが、その、児童文学の世界だと、その児童文学のノーベル賞って、言われてるぐらいにものすごい賞だそうです。この国際アンデルセン賞。だから今回ね、まあ、日本人3人目の快挙として受賞されたので、そう、ぜひ書きたいなと思って、今回ね、ニュースで取り上げました。いいかな？で、一応問題としてはこれで終了です。今回4つ。で、前半に関しては動画1本なので、一応これで終了なんですが、あと、いくつか紹介させてください。ちょっと新聞見ながらで申し訳ないんですけど、一個ですね、これ気になる方は、なんかネットとかで調べてもらうと、なんかいいかなと思うんですけど、地方に、あ、ごめんなさい、都市都圏に住んでる方、一都三県なんで、ちょっと書きましょうか。ちょっと気になるニュースというか面白いなというのがあって、東京、千葉、埼玉、あともう一個どこだっけ？神奈川だっけな？それ神奈川だね。まあ、人口がね、その首都圏に今集中してしまってると。で、地方が過疎化してるでしょ？人がどんどん減ってってる。だから、東京、千葉、埼玉、神奈川の1都3県、こっから、それ以外の地方に移住。だから、こっから違うとこにね。他のとこに引っ越して住む、移住する人に補助金を出しますよっていうのが、実はあるそうなんで。あとができたのかな？そう。で、移住して、しかも、その場所で、起業、まあ、つまり会社を起こすって感じだね。起業した場合、補助金が300万出ますよと。300万、補助金が出る。で、引っ越して、そこの場所で中小企業とかに就職。だから自分で会社を起こさなくても、会社に就職する。その場合でも最大で100万円。まあ、これも最大ね。300万も。きっと条件がいろいろ細かく決まってるとは思うんですけど、まあ、100万円出ると。まあ、首都圏からその地方に人をこうばらけさせたいっていう国の意図があるんですけど、っていうのが、できたと。補助金をね、出すっていうのが。これは政府が決めたそうです。個人的にちょっと今回はニュースに取り上げたかったんですけど、穴埋めが難しくって、口の説明になってしまったんですが、まあ、ちょっとこう、なんか面接とかで喋るときの材料としては面白いなと思うので、もしなんか使えそうだったら自分でちょっと調べてみてください。で、まあ、これは取り上げたかったところと、あとは、9月はですね、すごいこう、天災が多かったんですよね。台風21号で関西圏の方、たくさんね、被害に遭われた方とか、被災された方、ちょっと命をね、落とした方もいらっしゃいました。そして、地震が、北海道地震があってね、こちらも、たくさんの方が亡くなりました。心よりご冥福をお祈り申し上げます。で、まあ、本当にね、それをちょっと問題にするのもあれかなと思って、今回口だけにはなってしまったんですが、まあ、まだ被災されてね、こうなんだろう、避難場所で過ごしてる方もいると思うんですけど、一人でも早く、少しでも早くね、普通の生活に戻れることを願っておりますので、ちょっとこれを、まあ、この場を借りて申し訳ないんですが、喋らせていただきました。
はい、ということで、じゃあ今回はね、ちょっと問題数少なめではあったんですが、こんな感じで時事問題やらせていただきました。では、今回の動画はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。